皆様こんにちは。私ども東京工業大学環境社会理工学院美術経営専門職学位課程並びにイノベーション科学系の入試説明会の視聴いただきありがとうございます。私、本年度の主任を務めます千石と申します。ただいまより入試説明会と同様の内容を録画にてご提供いたします。どうぞよろしくお願い申し上げます。本日の説明は3つのパートに分けて行います。まず最初に、共通事項に関するご説明をし、次いで技術経営専門職学位課程、そしてイノベーション科学系の説明を行います。まず私どもの教員です。こじんまりとした部局ではありますけれども、ここにお示ししますように、多様なバックグラウンドを持った教員、アカデミックのバックグラウンドもあれば、実務系の教員もおります。こういった多様な教員が皆様の研究教育を担当いたします。ただ何人かの教員に関しましては、備考に書きましたように、定年等の理由で皆様を受け入れることはできませんので、ご注意ください。もし皆様、特定の研究室にご関心であれば、個別にコンタクトを取りいただいても結構です。そして皆様、最近ニュース等でご存知かと思います。東京工業大学は、東京医科歯科大学との統合を控えております。2つの大学が統合して、1法人、1大学となることについて、去る10月14日に基本合意書を締結しました。2024年度中を目途に、東京工業大学は東京医科歯科大学と統合し、東京科学大学、仮称に生まれ変わります。で、以下、基本合意書の抜粋です。2024年度中を目途として、可能な限り早期の法人統合及び大学統合を目指します。また、大学統合においては、両大学に設置する学位・教育課程及び修養定員については変更しません。これらの変更を伴う階層については、大学の統合後速やかに行います。詳しい情報は両大学のウェブサイトで随時発表いたします。こちらの QR コードなどを参考に、皆様、ご関心の方は確認をいたしてください。よろしくお願いいたします。ただいまより技術経営専門職学位課程修士の入試説明会の資料をご解説いたします。まず入学試験のスケジュールをお示ししています。ここに書いてある期日はいずれも大変重要な期日となりますので、ぜひ皆様よくご確認ください。まず募集要項の公表は4月6日木曜日に行います。本学ウェブサイトのみの公表で冊子版の配布はいたしません。そして出願期間は6月8日から14日となります。こちらもインターネット出願サイトでの登録開始で6月5日午前9時からとなります。受験票の閲覧印刷開始は7月6日。そして A 日程及びデュアルディグリー口述試験を7月18日に行います。筆頭試験は今年度は実施いたしません。B 日程口頭試問は8月24日、25日の2日間を予定します。そして合格発表は9月5日となります。ただしこれらは現時点での予定であり、社会情勢等を踏まえて予告なく変更される場合がありますので、ぜひ皆様、ウェブサイトで最新の情報を確認するようにしてください。以降、技術系専門職学位課程の概要をご説明します。教育理念はここに書いてある2つです。イノベーション創出のリーダーとして科学技術を活用し自ら理論を構築し産業や社会の発展に貢献することができる実務家の養成を目的とします。また科学研究や技術開発に強みを持つ有する本学の強みを生かしまして社会人を中心とするさまざまな専門性を背景とする学生を受け入れ社会に輩出しております。求められる人材像としてはやはり自らの経験から得た知識や習得した知識をもとに現状を踏まえて論理的かつ客観的に思考し表現できること。同時に豊かなで幅広い知識を有し、さまざまな視点で多面的に物事を捉えることができること。さらに国際的に活動できるような語学力を有すること。最後に向上心にあふれて社会を主導する意欲、熱意を有していることとなります。そのために身につく力はここに示しました通りです。まず分析思考コミュニケーションの方法論を学びます。また技術経営に関する専門的なリテラシーも教育いたします。その下で経済や社会に対する広範な理解、またイノベーション人材としてのキャリアを自ら開拓する力、そしてこれらを統合し、講義の研究を通じたイノベーション実践力を寛容します。活躍が期待される主なフィールドとしましては、産業界、特にスタートアップの企業や国際ビジネス展開をはじめ、一方で行政国際機関、シンクタンク、NPO 等の非営利機関、さらにはもちろん大学、公的研究機関等の理工系、加えて社会科学系の研究技術職、リサーチアドミニストレーターなどが実績としてございます。特筆すべき特徴を5つ示しております。まず1つ目は技術系のリテラシースキルを習得する体系的なカリキュラムです。そして2つ目、これらの柔軟なカリキュラムの設計と選択が皆様できます。さらにはゼミ、技術系講習といいます。こちらに所属し、研究活動を行っていただきます。また、冒頭に説明しましたように、デュアルディグリープログラムというものがあります。これは本学の博士後期課程に在籍する学生が限定となりますが、博士後期課程と当技術系専門職学位課程を共に学ぶということで、より社会に根ざした知識と、知見を有する博士後期課程の学生、PhD ホルダーの創出を目的とします。で、最後、プロジェクトレポートによる実践的演習です。これはまた後ほど詳しくご説明します。で、想定するキャリアのまとめです。先ほどご説明しましたように、私どもは多くの知見と経験を有する学生を社会に輩出しております。この横軸に示したような多様なですね、分野にこれまでも多くの学生が行き、そして将来も皆様活躍することを期待しています。で、とりわけ東工大らしさ、そして東京科学大らしさの追求ということで、右に書きましたような科学技術とかける他の能力ですね、ビジネスデザイン力や社会システム構想力、そしてリーダーシップや実行力をぜひ皆様、学習して身につけていただきたいと思っています。で、以降カリキュラムの構成についてご説明します。私どものカリキュラムは5つの群 A から E までで成り立っています。A は技術経営基礎科目群で分析思考コミュニケーションの方法論、特に基礎的なところを学びます。B 群は技術経営の専門科目群で技術経営に関する専門知識を提供します。C は経済社会システム専門科目群で経済社会に対する広範な理解を目的とします。そして D ですね、技術経営実践科目群というところで、とりわけですね、イノベーション人材としてのキャリアを自ら開拓するための講義を提供します。で、最後 E は講習、ゼミ、あとインターンシップに関する科目です。で、この5つをですね、以下示すように踏まえまして、多くの講義が用意されています。で、詳しくはウェブサイト等で学習要項をご覧になっていただければと思います。400番台は1年目、500番台は2年目に履修することが推奨されますが、私どものカリキュラムは基本的に自由です。ゼミ、技術系講義を除きまして、自由に単位を取得することができます。ただ、左下に書きましたように修了要件があります。以下の要件を満足して40単位を取得することが必要です。講習科目が8単位、文系教養科目が3単位、キャリア科目2単位、そして A 群から D 群までいくつかの要件を満たして合計14単位となります。で、さらにプロジェクトレポートの合格が必要です。これは各技術系講習で研究活動していただきます。こちらの中間発表、最終発表を経まして合否判定を行います。で、こちらが合格となった場合にのみ終了となります。従いまして講義とプロジェクトレポート、この2つが学習内容であり終了の要件となります。で、こちらはカリキュラムの例です。あくまで例ですけれども、1年目はまずはさまざまな基礎的な知識、スキルを身につけていただくために、A 群、B 群、C 群といった科目を履修するケースが多いです。で、もちろん D 群やですね、教養科目群もこの時期に履修されるパターンが多いと思います。大体1年目の後半からプロジェクトレポート演習に関する研究活動が発生します。で、2年次になりますとむしろこちらのウェイトが増えてきて、単位も揃ってきて、修了を目指した研究活動がメインとなるという形です。で、先ほど申しましたように必修科目は技術系工級のみです。他はすべて選択科目です。で、こちらを先に示した要件に基づいて履修し、単位を取得していただくことが要件となります。開講時間のキャンパスは、これもあくまで例でございますけども、このように配置されています。パッとご覧になって分かっていただくように、大体ですね、社会人学生の方に配慮して、平日は夜間、夕方以降、そして土曜日は朝から夕方までという配置になります。で、ちなみに、ゼミ、後級はここに記載しておりませんが、各研究室ごとに学生の皆さんのスケジュール等を配慮して相談の下で設定いたします。緑で書いてある科目は、これは田町キャンパスで提供するもの。青のものが大岡山キャンパスで提供するものですが、原則として平日の講義はすべてオンラインで行う予定です。土曜日の講義はハイフレックス、すなわち対面とオンラインを併用する予定です。で、今年度の後期に関しても同様の配置となります。入学者数と在籍者数を示したグラフです。現時点の在籍者の内訳は91名で、男性が多い配置となっています。在学生の種別ですが、社会人学生が約8割、大学から来られた一般学生が約2割となります。入学者数の推移はこちらに示した通りで、ほぼ例年同様の人数ですが、特に昨今では4月入学の割合が増えて、9月入学の割合が減っているという状況です。ただしこちらは特に社会人学生の方は選択できますので、大体毎年同様の人数を受け入れております。入試の状況です。過去コロナ禍がありまして、入試の体制がいくつか変更になっております。そのこともありまして、若干年によって変動はありますけれども、例年、募集人員が志願者数が上回るということで、ここにお示ししましたような倍率となっています。合格者数に大きな変動はございません。で、修了要件です。先ほどご説明しました通り、学習取得要件は、40単位以上の単位取得、そして特定課題のプロジェクトレポートの合格が、となります。標準修了年限は2年間です。ただし、社会人学生の方で他の大学院で履修した授業科目がある場合は、審査の上で15単位を超えない範囲で、私ども専門職学位課程の単位として認定することができます。また、短縮修了、最短で1年間で修了することも可能です。特に他の大学で修士を修了した方で、かつ成績優秀な社会人学生が対象となります。近年の修了状況です。ほぼ入学された方が修了しています。これまでの累積で643名、うち短期修了者は64名となります。修了生の進路です。こちらは主に社会人学生に加えて一般学生の就職先を記載しています。幸い非常に多くの企業にご関心を持っていただいて、皆さん希望の企業にほぼ 100% 就職されています。かつ進学してイノベーション関係に行き、博士後位課程の学位取得を目指す方も若干目おられます。もちろんこれらを併用して就職してかつ学位を取るということも可能です。以降は選抜試験関連の情報です。先ほど繰り返しますが、入試の最新情報につきましては、本学ウェブサイトの以下の URL を参照するようにしてください。また、指導教員の希望につきましては、就学後の第2クォーターから指導教員を配置します。すなわち、願書に記載した教員は仮の配置であり、入学後に再度決定するというシステムを採用しています。すなわち就学後の最初のクォーターに、皆さんのゼミを聞いていただいて、志望する教員と面談することを、お勧めいたします。加えて選抜試験情報についてです。英語試験に関しては、出願時に外部英語テストを採用しています。で、これらのスコアシートをご提出いただくことが必要です。詳細につきましては、入試の募集要項、そしてウェブサイトをご覧ください。一部採用していない英語外部テストもございますのでご注意ください。また、期限を設けております。こちらについてもご注意ください。筆頭試験は今年度は実施いたしません。口頭試問においては、提出された出願書類をもとに学力、勉学意欲、そして今後の学習テーマ等に関する質疑応答を行う予定です。出願にあたっての注意です。こちらの技術系専門職学位課程では、厚生労働省による専門実践教育訓練給付制度の指定講座となっています。もし給付を希望する場合は、入学の1ヶ月前までに公共職業安定所、ハローワークですね。こちらにおいて事前の手続きを行う必要がありますのでご注意ください。もしこれらの専門実践教育訓練給付制度が適用されますと、授業料の減免が得られます。技術系専門職学位課程については、本年12月に別途、在職中の社会人のみを対象に入学試験を実施します。こちら12月の入試に関する募集要項は別途配布いたします。もちろん仮に今回合格になさらなかった場合でも、12月の試験を別途受験することができます。ただし社会人限定です。これよりイノベーション科学系及びイノベーション科学コースの入学試験説明会の資料をご解説いたします。こちらは博士後期課程のみの設置となります。まず重要事項です。以下のスケジュールは必ずウェブサイト等でご確認するようにしてください。まず入学試験スケジュールですが、募集要項ウェブサイト版を5月上旬に公表いたします。その下で願書の受付期間が7月上旬となります。入学試験は8月中を予定します。そして合格発表は9月上旬となります。以下の最新情報のウェブサイトに随時情報を更新いたしますので、定期的にご確認ください。そして、当計コースでは指導教員を事前に選定していただく必要があります。必ず出願前に希望する指導教員と面談を行ってください。その面談をもとに研究テーマ等のディスカッションし、その研究計画をもとに審査となります。以降当計コースの概要です。まず教育理念として、私どもはイノベーションを生み出すための実践的かつ卓越した知を創出し、イノベーションの実現に貢献すること、そしてその下で産業や社会の発展を主導することができる、このような知的なプロフェッショナル人材の養成にコミットしています。求める人材像としては以下に示す通りです。まず特定分野の専門的知識を有し、事実に基づき自ら論理を組み立てることができる、そういった能力を有していること。加えて豊かで幅広い知識を有していて、さまざまな視点で多面的に物事を捉えることができる。また、自ら行動することで困難を打破し、新たな価値を生み出す経験を有していること。加えて、国際的に活動できるような語学力を有していること。そして最後に、向上心にあふれて社会を主導する意欲を有していることとなります。そのために以下のような教育を提供します。身につく力です。まず第一に、研究を通じて新たな領域を開拓する力。同時に、科学技術や経済社会に対する広範な理解、分析力を持っていること。また、分析思考、設計、そして戦略立案の高度な方法論を身につけます。その下で、イノベーション及びマネジメントに関する専門的なリテラシー。さらにイノベーション人材としてのキャリアを自ら開拓する力を関与いたします。活躍が期待される主なフィールドとしては、もちろん大学公的研究機関等における研究教育職が挙げられますが、これに限らず企業等におけるマネジメント層、そして起業家、さらには行政国際機関、シンクタンク、非営利機関等でも活躍が期待されております。以下、私どものKコースの特徴を5つ述べます。まず第一に、イノベーションサイエンスの国際的な研究教育拠点、ことを日本におきましては有数の研究教育拠点であることを自負しています。そして2つ目、東工大、そして東京科学大学となりますけれども、世界トップレベルの研究者による研究指導を行ってまいります。そして3つ目、システマティックレビュー。こちらは先行研究の体系的な調査、分析を指します。こういった活動を通じた知的俯瞰力の獲得も特徴の一つです。そして4つ目、アカデミック・ビジネスを踏まえた実学としてのイノベーションサイエンス。こちらをイノベーション実践力の要請として位置づけています。最後5点目、私どもはグローバルな国際的な大学を目指しています。国際会議発表等による国際的なプレゼンスの向上、もちろん学術論文も含めます。こういった活動を通じて国際的なフィールドで活躍していただきます。こちらはカリキュラムの例です。もっとも博士講義課程は学位研究論文が中心となりますので、講義は限定的です。ただし、ここに書きましたように、イノベーション科学講習ゼミです。こちらは必修科目として、各学期に履修が義務付けられています。これに加えまして、5つの科目群から所定の単位を取得していただきます。まず A が技術経営基礎科目群、基礎の科目です。B、C は特にございませんが、東工大の提供する科目は履修が可能です。D 群も同様です。また E 群に関しましては、インターンシップの科目もございますし、最後に教養科目群ときました。これはですね、いくつかの科目は必修の単位として、履修がこれも義務付けられています。選択必修です。こういった科目のもとに、理工系の知識のみならず、いわゆるリベラルアーツも含めたさまざまな知的バックグラウンドを身につけていただくと。その下で学位研究論文に勤しんでいただくということが趣旨となります。こちらの詳細につきましては、学習指導要領等をご覧になって、さらに指導教員に入学後にご説明を受けてください。以降、選抜試験関連情報の重要点をまとめます。まず、英語試験ですが、こちらは私どもは外部テストを利活用しています。詳細に関しましては募集要項をご覧ください。ただし、大事なポイントとして、いくつかの外部テストは私たちは使っておりません。ここに示したもの等となりますので、適否については必ずご自身でご確認ください。また、願書提出期限から遡り過去2年以内のスコアであること、直近のスコアであることも要件となっています。特にスコアシートの原本が提出必要となりますので、こちらも早めに手配するようにお願いいたします。その下で口頭試問を行います。こちらは修士論文及びあるいは専門分野に関するこれまでの業績についてまずはご説明いただき、さらに今後の研究計画についてのプレゼンテーション、そして質疑応答を行います。正味40分程度となります。その他の事項です。私どもは社会人学生を多く受け入れています。業務の都合や育児、介護、その他の事情により、学習時間、標準年限3年となります。こちらが十分に確保できず、標準就業年限内での就業が困難となるケースも多々ございます。そういった場合には、標準就業年限を超えた一定の期間にわたって、計画的な履修ができる、長期履修制度といいます。こちらを要しています。最長入学時に手続きすれば、6年間が標準となります。こういった制度もありますので、皆様のライフステージやキャリア、の状況に応じて適宜ご検討いただければと思います。制度の詳細については以下の URL からご確認ください。以上が私どもの入学試験の説明会の解説となります。もし皆様ご質問等ございましたら、私どもが開催する入学試験説明会にご出席いただくか、あるいはウェブサイト経由でお問い合わせ窓口までお寄せいただければと思います。本日は、視聴ありがとうございました。皆様の多数の応募を心よりお待ち申し上げます。